はい、どうも皆さん、こんばんは。ご視聴ありがとうございます。アゲンド研の哲也です。よろしくお願いします。はい、今回の動画はこちらのね、前3段セット組んでたペレメタメタリフェル細赤クワガタのね、あの3段セットを今からちょっと割り出ししていきます。ちなみにこれですね、メタリフェル細赤クワガタ、こんな感じでね、かっこいいクワガタですね。オスまだ健在です。めっちゃかっこいい。これのね、幼虫ワイルダッシュをやっていきまーす。はい、ではアングルを切り替えてやっていきましょう。はい、はい、では今からやっていきます。落ちた、まあ、反対側に落ちた。取れない、よいしょ。かわいい、ちっちゃいな。手袋、ゴムテープつけて、でもすぐね、移しちゃいましょうね。かわいいね、ちっちゃいね。
はい、以上になりました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。結構ね、幼虫取れましたね。いや、良かったです。産卵セットの組み方はですね、パプキンとか虹色クワガタと一緒でしたね。もう本当にね、固く詰めて、そこにね、自分の場合はオスとメスペアをずっと一緒に入れてました。はい、ということですね。今回の動画はメタリフェル細赤クワガタの産卵セットの割り出しを行いましたっていう動画でした。最後までご視聴本当にありがとうございます。チャンネル登録と評価の方もぜひともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。